最近、ユタボン親子には、ドン引きさせられてばかりですが、さらにドン引きするような、とんでもない出来事が起こりました。なんとユタボン親子、リバーズエコー川社長に、一方的に返金をして、勝手に終わらせたそうです。舐めてんのか、簡単に経緯を振り返ると、リバーズエコー川社長は、ユタボンはこのままだとダメになってしまう、ということで、直接会うために、ユタボン様のクラファンに、8万円を支援しました。直接会った際は、いろいろスタディしてもらう計画を、立てていたそうなのですが、最近まで小川社長の元には、一切連絡がなく、先日のコレコレ様の配信で、スパチャを読み上げられた時に、ようやくメールが来ました。小川社長はなんとか会えないかと、メールで連絡を取りましたが、強制返金という形で、事態は終わりを告げました。なんとあの親子、現金書き留めで、8万円と手数料を、一方的に送りつけてきたそうです。はぁー、クソデカため息。しかも小川社長が送ったメールには既読がついていないみたいです。ひどい話ですね。まず、返金するならするで、きちんと連絡を取って、相手を納得させてから、返金するのが普通だと思うんですけど、まああの親子に、普通を期待すること自体が、ちょっと難しいかもしれませんね。どうせ言い訳して逃げるんだろうな、っていうのは多くの人が予想していたはずです。でもまさか、こんなに惨めで、非常識な逃げ方をするとは、予想できませんでした。私たちの予想の遥か上を、超えていく存在、それがユタボン親子です。例えばですよ、謎の過激派 YouTuber が、いきなりユタボン様に対して、これから俺と会おうぜ、とか言い出したとしましょう。その過激派 YouTuber は、顔も名前もわからない、素性の知れない人物だったとして、そういうわけのわからない人とは、会う必要は全くありません。だって普通に危ないですからね。でも今回の小川社長は、そういうのとは事情が違うでしょ。そもそも支援者ですからね、8万円の支援を受けているのですから、最低限の連絡もろくによこさず、一方的に返金するのは、あまりにも失礼すぎます。小川社長は、顔も名前も企業名も出されていますし、おっしゃっていること自体は、至極真っ当なことばかりです。だからこそ多くの人が、小川社長と会ってほしい、と思っていたのではないでしょうか。小川社長は単なる売名目的などではなく、本気でユタボン様の将来のことを、心配しているように見えます。少なくとも私にはそう見えました。ユタボン様の周りにいる、うさんくさい大人たちと、小川社長、どちらが信用できるか考えたとき、もはや答えは言うまでもありません。もうね、擁護できるポイントが、何一つないです。返金するにしても、もう少し誠意を見せて、連絡するとかさ、いろいろ方法はあるでしょう。あまりにも非常識ですし、失礼すぎます。信じられません。YouTuber って、他人から見られる仕事なんですから、裏で礼儀正しくするのは当たり前ですよ。いや YouTuber 以前に、まともな社会人なら当たり前のことだぞ。雪や、例えば、動画ではイキリ散らかしている、某大物 YouTuber が、裏では腰が低くて、すごく礼儀正しい、という有名な話があります。それだったらまだ良いんですよ。でもユタボン親子の場合は、表で散々イキリ散らかして、裏でも、失礼かつ非常識という、どうすんのこれ、困惑。せめて裏ではちゃんとしましょう。裏でちゃんとできないってことは、まあそういうことですよね。あのさ、世の中を舐めるのも、大概にした方がいいですよ。支援者の金で、子供を観光旅行に連れ回す前に、まずは親子で常識をスタディしてください。まず世間一般の感性を身につけないと、今後何をやっても、何を言っても、世間から評価されることはないでしょう。まあでも、餌をやる支援者がいる限り、あの親子は永遠に、生きり散らかし続けるでしょう。それで本当にいいのか、ということは考えていただきたいですね。あんまり好き勝手やってると、次回以降のクラファンで、支援金額が減るかもしれないので、そろそろ自重した方がいいですよ。まあ、あの親子が自制するとは思えませんけど、最後までご視聴ありがとうございました。